育女子チャンネル。皆さんこんにちは、はるぱるです。今回のバイク女子チャンネルは北海道2000キロ女性ライダー一人旅編。私が7月に北海道一周ツーリングをした時の様子をシリーズでお届けします。それでは行ってみよう。皆さんどうも、こんばんはじゃないこんにちは。ロングツーリング前は遠足前の小学生のように全く眠れないパルパルです。今日はじゃん、なんとこのサンフラワー号に乗って北海道まで行きたいと思います。イエーイ。さて向かいますよ。よいしょ。どこやん。あードキドキする。めっちゃドキドキする。一人でフェリー乗るで、めっちゃドキドキする。こっちやんな、こっち。あードキドキする。こっちでいいんですか。わからんわからん、多分こっちかな。あードキドキする。マジ、あみんな並んど。どっから並ぶんか。お、めっちゃいっぱいおるわ。めっちゃいっぱいおるわ。はい。あ、はーい。カード。あ、線が出てきてもうた。線が。これ。ドキドキする。声拾えてるかなこれ。超ドキドキする。よいしょ。超ドキドキする。ここ怖いんだけどほぼ直角やん。魚釣り禁止。ああ怖い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 。はーい、行くで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 。ほんま怖いほんま怖い。頑張って。ちょっとおっちゃん怖いで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 。どっち。あ、下やん。あ、下があるん。怖っ。どないなってんの。うわー、なんか曲がるとこ多くない。曲がるとこ多くない。曲がるとこ多ない。曲がるとこばっかやん。怖い。あー、前見れん。後ろのおっちゃん抜かそうとせんで。お前怖いからマジで。坂道んとこ遅すぎやろ。何をやっとんのあれ。あー怖い怖い怖い。くるくる回らされん。ここを降りてきました。吸い取るよね、それ取るよ。もうみんな荷物詰め替えてあんのかな。あ、なんか変な段差がある。あ、怖い。なんやなんや
ないよ、おかしな段差がある。いやトラップばっかり、この変な黄色い、あれあれやばい、あれやばい。はい、あー、はいはいはい、あー着いたー、イエイ、着いたよ、着きましたよ。皆さんとうとう乗ってしまった。はーい、あといるものは服は入れてあるから、あとはこれはないや、洗剤や、あとサンダルや、サンダルと洗面用具とバッテリーと。着きました。お、いい感じです。シングルベッド、二段ベッドとか小学生ぶりなんですけど、ちょっとこんな感じ、一人で一人で泊まります。この時期はね、割引があるみたいで、ちょうど良かったんですよ。着いたみたいです。あー、めっちゃドキドキする、ドキドキする、どうしよう、あー超緊張する、ちょっと緊張して演奏しないように頑張ります。よっよっ、よいしょ、あー緊張する、やばい、緊張する、よいしょ、出たら北海道やで。はーい、あ、めっちゃ緊張する、ここ怖いよ、めっちゃ緊張すんねんけど、あー、ドキドキする、やばい、やばいやばい、やばいやばい、ドキドキする、ドキドキする、やばい、おお、出たら北海道やで、出たら北海道やで、あー怖い、おお、ガタガタする、あー、どっち、あ、出た、着いた、着いた、ついに着きました、おー、マジか、北海道寒い、寒い、寒いね、いやー着いた、どうしよう、着いちゃった、簡単には帰れませんよ、あー怖い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 、皆さんバイバーイ、あー着いてしまったあー着いてしまった、着いたよ、すごい曇ってて、なんか皆さんにいい景色をお見せできないのがちょっと残念なんですけど、いやー、ドキドキする、やばい、どうしよう、私北海道で自分のバイク乗ってるどうしよう、怖い怖い、やばい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 、あ、そうだ、セブイレブンついて演出しないように、演出しない
セブンイレブン着いたらあれやな、トリップメーターを片方をクリアする。よし、あー着いた、マジ着いた、着いちゃった、どうしようどうしよう、あ後ろに車いっぱいいる、やばい、エンストしたらやばいやばいやばいしか言ってないさっきから。夜とか走れへんで、これあー緊張する、やばいやばい、あった、セイコーマート、セイコーマート、よし、セブンイレブン行くよ、ピピ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 、はあ、駐車場広いな、嬉しいな、よいしょ、着いた、セブンイレブン着いた、怖い、緊張した、はあ、どうですか皆さん、ここが北海道のセブンイレブンですよなんて、まあとりあえず、よいしょ、ピカチュウ行きた、あったかい、なんかこの道綺麗やし、あったかい、気持ちいい、マジで気持ちいい、素晴らしいです。